ゼブラカードとは、日本ラグビーフットボール協会がかつて、ジャパンラグビートップリーグにおいて導入していた、審判員が注意を選するときに提示するカード。ゼブラカードラグビーの試合において、競技規則第10条に違反する行為があった場合、審判の措置には注意、警告、退場の3つがある。注意とは、審判による選手への、シグナルと口頭による、伝達、コミュニケーションあるが、 これを選手やチーム関係、観客に分かりやすく明確に伝えること、伝達方法の円滑化、スピードアップを行い競技停止時間の短縮を図るために発案された。反則を犯した選手、またはチーム全体について、従来は口頭による注意が行われ、その反則が繰り返された場合には警告、または退場の宣告がなされていた。ゼブラカードが提示された後に、 同じ反則を繰り返せば、イエローカードといった風に、審判の一連のジャッジ基準を明確にすることを期して、導入された。トップリーグ2005から2006シーズンの試行採用の可否を図るため、2005年6月から8月まで、試験的実施された。この結果を踏まえ、シーズン開幕を前にして、マイクロソフトカップを含むトップリーグの公式試合に、正式採用された。 国際試合やワールドカップなどで同様の制度があるわけではない日本ラグビー協会によるドメスティックな制度であった2007年から2008年シーズンを前にしてイエローカード適用までの認識と国際試合での適用状況等を考え運用が終了された AB ゼブラカードの試験的実施についてゼブラカード採用決定のお知らせゼブラカード運用終了 ありがとうございます。